はい、日本橋のカードショッププレイズで、300円の、パックを買いました、開封いきます。はい、こういう店員さんが作ったセットの開封動画、今までにも何度か撮ってますが、ここの開封動画は初めてなんで、こう何かしらの特色があるのか楽しみです。はい、まずは今回はこのラプラスがかっけーと思ったんで、買いました。300円です。では他にも、あ、キラッと光るカードはなんとなく見えてますね。まず半分見ていきましょうか。このラプラス置いといて、メリープね、あのポケモンスリープやってて、うちのメインのキャラの一人なんですよね、メリープ。今この辺りのカードっていかがですか？あ、なんかいいゲンガー。あ、151のカードかな。ものすごく個人、ドータくんがいっぱい入ってる。個人的には、ドータくんがいっぱい入ってる。ヤドンか、ドータくんがいっぱい入ってる。この辺はやっぱり店員さんの特徴ですかね。しか、次は奥田くんが、奥田くんじゃない。ドータくんに引きずられてる。奥田がいっぱい入ってる。こういう風に、コダックかヤドンが入ってると嬉しいんですけどね。もう、踊り出すんですけどね。はい、もう残り3分の1ほどです。コダックヤドンはまだパワウー。はい、ではこれで、終わりです。やはりお店ごとの特徴、店員さんごとの特徴なんかなってのはありますかね。はい、ありがとうございました。めっちゃかっこいいですよね、このラプラス。